こんにちは問6の、A、第2回目です今日は第一段落の英語を公文解析していきましょう、えー、細かくやるとめっちゃ時間がかかりそうなのでとりあえずポイントは A of B だけに今回は置こうかなと,というふうに思います質問があったら遠慮なく質問をしてくださいね A of B B の A というふうに訳してても大体、まあ、うまくいくんですけども国立大学の2次試験の和訳なんかで、えー、かっこよく訳そうと思うとやっぱりこの A o b 7通り使い分けられる方が、えー、いいです。思わず採点感が「うんこいつできるな」って言うんで丸くれます。他が少々悪くても見過ごしてくれるかもしれない。でそんなところを 今日は中心に置いいてて話をしていきます、はい、最初、題名ですね、これは。CAN:Female Pilots は相互、えー、解決できるか A シェアーズ・パイロット・クライシスをだから、これもともと CAN はここにあったのが前に出てきたので、もうこれ動詞。だから、フィーメ l パイロ l o が主語ですね。どうしたで解決できる。 えー「何をで」でアジアのパイロット機器をというふうに、えー、来てるわけですね。えー、まあいろいろこれも話したいことがあるんですけどもとりあえず先に行きます。A of B だけにとりあえず今日は時間を使いたいなと思います。 文頭の前置詞名詞ですから、もう副詞にしかなりません。形容詞だったら前に飾られる、えー、名詞がないといけないからね。ここまで全部文頭副詞。with 何かが一緒にあるということですね。で、本当はもうこのまま副詞で飛ばしていきたいんだけども、今日は A of B を中心に話すと言ったので、A of B を吹き立たせましょう。A of B の A は名詞、B も名詞、A of B 全体で名詞。 これがめちゃ大事です。A of B は名詞 of 名詞で全体でも名詞の働きをするんだということを頭に置いてください。でもちろん A of B は B の A というふうに訳しててもなんとかうまくいくんですよ。例えばこれだったらエアライントラベルだから飛行機旅行、飛行機で旅行をすることのラピッドグロー h 急速な増加。 というふうにやってやればいい、with だからに伴ってぐらいかな、これ理由の with なんていうふうに言われるんだけども、えー、そういう状況が一緒にあるんだ、そういう状況に伴って何かが起こるんだっていうことで、理由を表せるようになったということなんですね。けど、今日提案したいのは、A of B、どれかを常に考えながら読もうかと、B が A する。 B を A する B の持つ AB という AB の中の AB でできた AA の B これだけ AB が逆転してるよね他の6つは全部 B から始まるのに7だけは A から始まってるまあそれだけとりあえず今頭に置いてこれは飛行機での旅行が急速に増加したのに伴ってというふうにいい B が A することというこの一番が当てはまるなということを意識しながら読めるとかっこよく A o B が訳せるようになりますいいじゃん別にこんなことこだわらなくてもと思う子がいたらこれはどこだった広島大学の問題だったかな和訳の中の一節なんだけども His lack of courage made us think rightly of him, of him っていうのかな えー、これも A of B が B の A というふうに別に訳しても構わない勇気の彼,彼の勇気の欠如は下させた我々を Sync、えー、of h i m 彼のことをまあ軽く思うというのでライリーというのが副詞で入ってますね彼を軽視するというふうに訳せばいいのかなこれも公文解析すると彼の勇気の欠如これ名詞下させた何をどのように という,ふうになります主語は何彼の勇気の欠如それがどうしたしたさせた何をどのようにで SVOC 第五文型なんだけど、まあ、今はそれは文系はどうでもよくって、えー、これも彼には勇気がなかったので B が A したのでというふうに訳すとこれかっこいいじゃん。 彼の勇気の欠如は我々を彼を軽視するようにさせたよりも彼には勇気がなかったので僕らは彼のことを軽視するようになったって言ったらかっこいいじゃんね。わかるこの、このなんていうのかなかっこよさが国立大学の二次の和訳ではめっちゃ生きてくるんですよ。これができる子を例えば京都大学は重視をします。こういうふうに訳せないと日本語がうまくなんていうのかな 日本語として崩れちゃうというのかなそういう問題をわざわざ教弟なんかは出してきますじゃあ戻るよこれも、えー、飛行機での旅行の急速な増加というふうに訳すよりも飛行機で旅行することが B が A する急速に増えてきたので、まあのに伴ってという感じ でこの前置詞名詞は何かというところ形容詞です。だって名詞を名詞全体で名詞名詞を飾るものは形容詞しかありえないのでもう形容詞にしかならないという感じここら辺は、まあ、いずれ慣れてきますんでアジアでの増加ぐらいかな。ア、えー、アジアで えー、飛行機で旅行するのが急速に増えてきたのでそれに伴って次行くよ「Showledge of Airline Pilots」またこれ A of B 出てきたよね A of B 全体で名詞だからこれも四角に囲ってしまいますまあこれも、えー、航空機の飛行機のパイロットが不足することかな、えー、B が A するというふうに訳すのがかっこいいと思いませんか が is これ動詞です。進行形は、えー、進行形にする前の形をもう動詞と考えるので進行形になってても全体で動詞です。A become B は A は B になる。He became a doctor で彼は医者になった。だから、飛行機のパイロットが不足していることがなった。Uh, an issue of serious concern になった。 という,ふうに考えられる彼は医者になった。だから名詞はビカム名詞。名詞が名詞になった。だからこのふうになるのかな。で、これなんだけど、えー、10分で終わらせようと思ったけど、これをちょっと詳しく言うと10分で終わらないかもしれないんだけど、これも多分ね、先生たち、他の先生たち、間違って訳してると思うのよ。3つぐらい見たんだけども、大体間違ってます。これをね、えー、これ全体を深刻な問題。 というふうに訳してる先生がめっちゃたくさんいるのよ。深刻な問題だったらさ、Serious Issue アアは深刻な問題。けどこれはあの、Issue of Serious Concernserious c o n c e r n って深刻な問題じゃないじゃん。c o n c e r n って不安とか心配とか懸念という意味だわ。だから、この A of B はどう訳すかというと、 まずこの A of B は B が A するんです。わかるこれと同じです、えー飛行機で。飛行機を使った旅行が急速に増えたと同じようにシアリアス・コンサーンがイシューしたなんですよこれ実は。でイシューってどうしてそういうふうに言ったのかというとイシューって動詞の意味があるんだよね。 意はは確かかに問題問題題点点とか論点っていう意味はあるのよだから先生たちはこれをなんとなく、えー、深刻な問題ってコンサーンを無視して訳すんだよね前から言ってるように分からんことをどんだけ積み重ねて寝ていっても分からんものは分からないのよでこれも深刻な問題ってやっちゃうとへーふーんで終わっちゃって使えないまま、えー、音読したり何、えー、ていうのかな、えー、書き取りをしたりしても 分からないんだよ、ね、であのここで覚えておいてほしいのは A of B の A が動詞から派生された派生してきた名詞である場合「イシュ」って動詞があるじゃんほら生じる話流れ出るというさわかるこの場合には B が A する B を A するというふうにするというこの動詞に結びつけて訳すとうまくいくことが多いのよでこれは深刻な 懸念,えーえー、懸念・心配・不安が生じるるなのよわか深刻な懸念心配不安が生じるようになってきたこれが正しいまあもっと何、えー、て言うのかな丸い、えー、角の取れた英語にすると懸念されるようになったというふうに訳すとかっこいいんだけどねえー、難しいちょっと難しいかもしれないね ごまだ文章1個しかやってないんだけどとりあえずここで一旦切りますこの先は、えー、またすぐに、えー、動画アップするからねじゃあとりあえず一旦ここでねそれじゃあねバイバイ